元ミスド店員がガチでおすすめするドーナツトップ3、裏メニューもあるよでございます。はい、やってまいりました。こちらミスタードーナツですね。で、僕ね、働いてたことがありまして、1年間ぐらいね、1年間出て、ここのジェスチャーしてちょっとよくわからなかったんですけども、テレビとかね、サイトとかでよくその売れ筋ランキングというか、まあ、あのドーナツのねランキングが紹介されると思うんですけども、まあ、そういうランキングには載ってないですね、店員だからこそ皆さんにお伝えできる、ガチでおすすめできるドーナツ、これをね3つ持ってまいりました。で、まあ、ランキングにするのも心苦しかったんですけども、早速紹介していきたいと思います。そして、まあ、ランキングに入る前にですね、いつも定番なメニュー行きがちな皆さんにね、まあ、個人的に、おすすめできる、まあ、穴場っていうんですかね、まあ、穴場というか穴ドーナツというか、まあ、ドーナツに穴があるというか、まあ、まあ、そういう感じでね、ちょっと面白くなかったですけども、まあ、情報をお伝えできればなと思いますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。3位ですね、3位のドーナツ、オールドファッションハニーです。はい、まあ、こちらね、オールドファッションって皆さんね、ご存知だと思いますが、チョコファッションとかね、オールドファッションとかっていうのは不動の人気のメニューですけども、こちらハニーなんですよね。これ美味しいんですけど、どういうドーナツかって言ったら、まあ、ポンデリングとかハニーディップとかに、ついてる、まあ、あのハニーがこのオールドファッションにもついたよっていうことでございます。で、まあ、ちょっと食べてみますね、一回。いただきます。うん。普通のオールドファッションとかって、まあ、揚げたてだな、サクサクと。で、そしてまあ、時間が経てばしっとりと、すると思うんですけども、こちらのオールドファッションハニーはですね、まあ、ハニーがありますから、コーティングされてる部分で、常にサクサクなんですよ。とってもね、脆いですね。正直、結構ね、僕の店は、自分トングでね、取ってもらうサービスのお店だったんですけども、結構お客さんとかがね、そのトングでガッとね、割れちゃったりするぐらい脆いんですけども、チョコファッションとかオールドファッションとかね、まあ、ストロベリーファッションなんかもね、たまにあったりしますけど、ね、いつもの定番のメニューじゃなくて、ちょっと外したこのオールドファッションハニー、すいませんね、ずっと食べかけ見せちゃってて。これね、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、次第2位でございます。ダブルチョコレートでーす。はい。まあ、この商品に関しては割と人気で有名かなと思いますが、まあ、よくね、このチョコレート類で、売れるといえばゴールデンチョコレートですね。まあ、ゴールデンチョコレートは、とても人気ですね。もう1位2位を争うぐらいの売れ筋ですが、まあ、そちらではない方ということで選ばせていただきました。ゴールデンチョコレートのゴールデンがない、まあ、いわばそのチョコレートの生地の、ケーキ生地に、チョコレートをディップして、そしてクランチが乗っているというね、マクドナルドでね、絶対ダブルチーズバーガー、ね、ダブチを食べるんですけど、まあ、そんな感じで、ここでもね、あんまダブルチョコレート、ダブチをね、注文するという、結局ダブルは絶対美味しいです。ちょっと食べてみましょうか。ケーキの生地がしっとりしてる分、クランチのサクサクが結構強調されるし、ね、とてもいいバランスで、で、チョコレートチョコレート、知ってるかなと思ったら、意外とそうでもないというか、でも食べやすいドーナツになってると思います。第1位ですね。もうこれ、なんでこんな評価されへんのやろうっていうか、なんでこんな評価低いんやろうというか、そんなドーナツでございます。最後の第1位は、チョコリングでーす。はい。このチョコリングですね。絶対ランキング入ってないんですよね。どのやつ見ても。これめちゃくちゃ美味しいです。正直、普通のこのドーナツ生地、リング生地にチョコレートが乗ってるだけ、超シンプルです。なのに皆さんね、ポンデリング、ゴールデンチョコレート、エンゼルフレンチとか、そういうなんかがっつりした方行くんですよね。そうじゃなくて、このシンプルに立ち返ってみて、これドーナツといえばこれというかね、リング生地にチョコレートがついてるっていうね、これこそドーナツ。で、僕の中でもこれが一番好きですね。まあ、チョコレート個人的に好きなんですけども、まあ、ダブルチョコレートであったり、チョコリングであったりっていうのはもうね、チョコレートがついてるドーナツの中でもね、とても大好きなドーナツになってます。これもいただきましょう。めっちゃ美味しい。誇張なしに言えば普通の味なんですよ。だからこそ一番美味しいというか、そういったチョコリングでございます。はい。そしてまあ期間限定にはなるんですけども、こちらね、多分写真出てます。ポンデダブルショコラですね。ポンデダブルショコラも結構好きですが、まあこちらは期間限定なのでちょっとランキングから省させていただきましたが、ね、まあ大体僕は好みなんですけど、チョコレート系は結構好きなんですけど、まあその中でもね、オールドファッションハニーとかチョコリングっていうのはなかなかね、ランキングにも入ってこないので、皆さんにお勧めさせていただきました。裏メニューに関してなんですけども、チョコチュロというメニューがありましてですね、まあやってる店とやってない店、またやってる期間、やってない期間とかあると思うんですけども、ハニーチュロはハニーがついてるんですけど、そのチュロの生地にチョコレートをね、つけてという、そういったドーナツなんですけど、まあ、それが結構美味しいです。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。穴場のドーナツというか、ドーナツは穴があるというか、本日2回目になるんですけども、この発言は、いかがだったでしょうか。ぜひミスタードーナツに足を運んでみてはいかがでしょうか。ということでございます。はい。
Twitter と Instagram と TikTok もやってますんで、ぜひぜひ概要欄からフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。肩にはまるなななななヒアウィーゴー、起きて破りなことをしてやろう。暴れろパワーホースタイル伸び伸びと、Are you ready? 囚われないぜ。